から車内をご案内させていただきます。客室乗務員は川田です。終点の高松までご案内いたします。快速マリンライナー33号高松行き、まもなく発車いたします。止まりますドアにご注意ください。ご乗車ありがとうございます。瀬戸大橋線快速マリンライナー33号高松行きです。次は坂出に停まります。坂出には13時49分の到着です。終点高松14時5分終点の高松には2時5分の到着です。列車はご両つなぎです。先頭から1号車2号車の順に、一番後ろは5号車です。指定席は一番前の車1号車です。指定席は後ろ上の4両2号車から5号車までです。お手洗いの設備は1号車、4号車、それぞれ雇いにございます。お時間のご都合などでまだ切符をお持ちでのお客様、乗り越し、行き先の変更など、その他ご用がございましたら、乗務員通り出す際にお知らせください。次は坂出に停まります。
湯山線上り、鴨川北部、橋岡方面、特別に停まります。普通列車の高松行きは、ホーム変わりまして、2番乗り場から13時53分の発車です。特別に停まります。普通列車の高松行き、2番乗り場から1時53分の発車です。次に土産線下り、宇多津、丸亀、佐渡津、全通寺方面、各駅に停まります。普通列車の小田平駅は、こちらもホーム変わりまして、3番乗り場から13時59分の発車です。各駅に停まります。普通列車の小田平駅、3番乗り場から1時59分の発車です。こちらの小田平駅にご乗車いただきますと、途中の佐渡津駅で15分の待ち合わせ、予算線下り、佐久間、高瀬方面、各駅に停まります。普通列車の関門行きに接続しております。次に予算線下り、特急列車、石口13号松山行きは、こちらもホーム変わりまして、3番乗り場から14時4分の発車です。特急列車、石口13号